こんばんは、 BR チャンネルファッションカレッジ講師の星葉芳正です。こんばんは、 MC の寺田由紀です。そして下半身講師の菅原です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。なんか私、下半身講師に突っ込む気もなくなりました、うん、突っ込んでくださいよまあでも間違いなく下半身講師ではありますからね。そうですね、うん、そうです。ということで、はい、じゃあ本日はご紹介するものは、まあ靴下ですか。そうですね、うん、やっぱり下着みたいなもんですから。そうですね、下の下着、下の下着ですね、はい、これね、下の下着、うん、下の下着、すごい。下着好きですか。下着、僕好きですよ。でも下の下着って言われるとより好きになりますね、これね僕この間実はこれ買ったんですよね。この黒のロングホーズを買ったんですね。これ実はこうすると、あ、これあれですよね、仙台店に公開収録で、公開収録でお伺いした時に、うん、見てください、これ、わあすごいって言って、うん、コーディネートにも使った覚えあります。私ちらっと赤が見えるんです。これが効いてくるんですよね。これかっこいいですよね。これかっこいい、ガンロいい靴下ですよね、本当に。いや本当、去年の公開収録後、はい、僕ら相当な数やったんですよ、はい、これはやっぱり BR チャンネルのファンの方が買ってくれるだろうと思って、うん、もう一瞬で売り切れちゃった。今回なので、このチラ見えシリーズをだいぶいろんな色を、あ、すごい、ちょっと、はいはい、ちょっといいですか、ね、かなり増えてますね。グリーンにはマスタード、うん、すごいなこれ、はい、そしてこっちがボルドーにグリーン、なんかグリーン、水色、グリーン、セラダちゃんカラーじゃないですか、グリーン、でこの僕が買った黒には、まあ、ボルドーというか赤というか、うんはいうん、そして、あ、これがネイビーにボルドーですかね。これはもうスーツの時とかにバッチリ使えそうな感じですね。いいですね、うんうん、あとはアズロエマローネ、あ、来た、あ、アズロエマローネ、これはもう鉄板ですね、鉄板、はい、ですね、うんはいはい、チャットブルーのコンビネーション、なんかブラウンスーツとかも結構たくさん出てるので、うん、そういう時に良さそうですね、うんうん、確かに。でこれがブラックに青、うん、黒に青のバージョンがあるんですね、うん、すごい。これはこれでクールですね。クールですね、うん、なんかレザーの時とかいいかもしれない。そう でネイビーに赤、ネイビーって言ってもちょっと明るめのネイビーですね。そうですね、多分裏地に赤を使ってるからちょっと明るく見えるんだと思うんですけど、うん、はいはい、これはどういう風に合わせるのがかっこいいですかね。外しとして合わせていく方がいいか、うん、狙ってってる方がいいか。僕の場合は全身黒にしといて、はい、これでチラッと赤みたいなのを入れるんですけど、もしくはブラウン系のスーツを着て、この中のラインとスーツが合ってるとかっていうこともできますよね。ちょっとウールのベージュっぽいやつとか、うん、ベージュっぽいスーツとかっていう。でもこのあたりどうします。それ今日僕履いてますけど。本当ですか。本当だ、ちょっとこう黒系なんですけど、真っ黒になるよりこうブラウン持ってきたんで、うん、ちょっと足元遊び、なるほど、はい、足組んだ瞬間にチラッと見える感じですね。チラ見え、素晴らしい。菅さん、今日ちょっとあのファッション見せてください。はいはいはい、はい、ブラックのデニム、デニムでもここに側章入ってますね。そう、側章入ってるんですよ。これ PT0 チンクエの、はい、上も黒の、フェデリのニットに、ちょっとベルト、イルミーチョのベルトに、ちょっとこの垂れ感がいいですね。そうなんですよ、はい、あとはちょっと PT のあのディレクターのドミニコさんにもらったスカーフです。あ、 PT のスカーフなんですね。ちょっとしてるんですね。もう一回スカーフ流行らせようかなと思ってそして他にもいろいろありますけど、はい、これどうですか。これなんか肉厚なんですよ。これカシミヤですか。カシミヤです。気持ちいい、気持ちいいです。これはめちゃくちゃ気持ちいい。マフラーになっててもいいぐらいのあれですね、うんうん、今年結構ブーツが、うん、確かにやっぱりトレンドでもあるので、うんうん、レースアップのブーツとか、まあ、あとサイドゴアのブーツとかもあると思うんですけど、うん、やっぱブーツ履くときちょっと厚めのソックス履いていただいた方が足にも優しいし、うん、確かに、かつ暖かい、うん、ちょっとコモン柄みたいなんですかね。そうですね、ベージュにこれネイビー、はいはい、こっちはこれもすっごい可愛い、グリーンにオレンジ、はい、一人サンタクロースみたいなやつ結構ポップに私は見えてるんですけど、うん、これをどう使いますか。やっぱシンプルな格好にちょっとチラッと、チラッと、割とこれ厚手じゃないですか。だカントリースタイルみたいなコーディロイだったりとか、うんうん、パンツがフランネルだったりとか、うん、それこそスウェードの茶色のブーツだったりとか、うんはいはい、1月とかのこれなんかスーツのスタイルとかカジュアルなスタイル入れてたら結構かっこいいかもしれない。うん、そういうことですね。今年はね、ちょっとこう太いパンツも
メンズでも ね、はい、女性でも出てますけど、うん、やっぱそういうのに少しボリューム感を出したいので、はい、変化つきますねこれね。こっちも同じようなブーツとかのスタイルとかに合わせれるように。あ、いいっすね。まあ、ネップ。ネップって何ですか。ミックスしているような感じっていうんですかね。糸がですか。糸が、そうですね、はい、あ、ちょっとこう、確かにいろんな糸が入ってますね。はいはい、生地メーカーで言えばあのフェルラっていうメーカーさんがよくこういう生地を出してまして、うん、ジャケットの今年のトレンドになっているので、うん、まあ、そういうところにちょっと合わせて、ね、確かに今年こういうジャケット多いかもしれません、ね、うん、ボコ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 して、ちょっとツイードっぽいような。そしてまだまだガールまだまだガールありますよ、はいはい、これは、はい、昨年もこれも人気だったこのストライプパターン、ストライプ逆パターン。そうですね、あの裏に履いてませんかって言われそうなパターンです。あー、裏が表なのよっていう。面白い、はい、よりポイントに使えそうですね。です色が目立つん で、ストライプが効いてるし、やっぱ発想が面白いガンド。そう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 、ガンド面白いですね。キュートですよねこれ、うん、裏だよって言われながらこれ表、これ表なんだよみたいな。うん、そしてこれ最後靴下でもいろんなものありますね。あります、本当に、はい、これは触ってみていいですか。履き心地良さそう、はい、あ、これ気持ちいい。これかなり薄手なので、うん、あのモコモコするのが嫌な方とかすごいいいと思います。冬でもさらりと、うん、あのなんか蒸れたりせずに履けそう。本当、うん、いいソックスを履くと、うん、あの全然蒸れないですよね。そう、そうですね、確かに、はい、靴をいつも履いてて、あ、僕本当に汗かくんですよっていう方、うんうん、それ、まあ、靴を変えるのもいいんですけど、靴下変えただけで全然変わります、うん、へー、やっぱ違うんですね。そういうことなんで、やっぱいいものは、うん、いいってことですよね。やっぱ通気性もいいし、なんか靴下は安くていいやとか思いがちですけどね、うん、でもこれからのシーズン、うん、なんかだんだん年末に近づいてって忘年会とかも多くなるじゃないですか、うんうん、そうなった時に靴を脱いでお鍋みたいなところとか、うんうんうん、ちょっと座敷みたいなところに上がっていったりとか、うんうん、ああいう瞬間に男の人の靴下って意外と目立つんですよ。うん、見てますよ、だって女の人は。確かに私見ちゃいますね、うん、さらっと見て、あ、あれこの人こういう靴下なんだとか、うん、あ、結構可愛らしい靴下履いてんだねっていう、うん、普段見えないところが見えてくるじゃないですか、はい、靴下結構ポイント持ってると思うんですよね。確かに、うん、外はいくら着飾っててもやっぱ細かいところに出ちゃうじゃないですか、うん、そういう時にこういうね、うん、あのちゃんとした靴下を履かれてると、うん、下着と一緒だと思うんですよ、うんうん、勝負下着みたいなもんで、うん、普段見えないようなところが見えた瞬間にいいって思われるか悪いって思われるかってものすごい、うんうん、モテるかどうかの試金石というか、そうですね、すごい大事な部分だと思うんですよ、ね、うん、僕家で洋服選ぶときに一番最初に靴下履くんですよ。へー、どっちかというとホーズソックスって長いから、うん、あの、あ、最初に履きたいですね。そうなんですよ、はいはい、僕の場合は一応最初はパンツを履いてます。まあ、そうそう、パンツ履いていやいや、そこは履いてる前提だそうよ。脱ぐな脱ぐな。本さんパンツと靴下同じ色にするっていう、こう、そうですね、割と同じ色ですね。何それ。だから靴下を引っ張ってもらうとパンツが脱げるっていう。いや、そういう一緒じゃない。これいこう、これそれそれね、これいこう、これ、はいはいはい、ブランド変わりますから、ね、これいこう。これあのグレンクライド、グレンクライド、これ保田さんがダースで買っていただいてる、はい、ダースいつも買ってますもん、はい、シアランドコットンの、ね、あのホーズソックスなんですけど、シアランドコットンって覚えてます。海の島のコットン、コットン、コットン、はい、島があるんですよ。シーアイランドコットンっていうを作ってる島がありまして。あ、本当にいるんですね。あるんです。そのコットンが、まあ、世界でもものすごい貴重な、ね、ものすごい貴重な、柔らかくて。え、じゃあこれおいくらですか。靴下とはいえ侮れないですよね。これは3500円。意外に。だから前回も鬼のように売れて、うん、これ僕本当にダース買いですよ、はい、でしかもこれ、これいい。何がいいって締めるところは締めて、緩めるところは緩んでて、あとは締めてくれるっていう、こうキュッキュッキュッ、あのヘチマみたいになってるんですよ。こういう圧が違うんですよね。圧が違うんですよ、うん、で全く落ちてこないし、あ、それはいいですね。そうなんですよ。で心地よい、心地よい、そう、あの締め付けられすぎるホーズもあるんですよ、うん、あ、でも締め付けられると辛くないですか、ね、下着もそう一緒じゃないですか、うん、それが非常にこだわって快適に、ね、やっぱりこれメイドインジャパンなので、うん、もう、あとね、僕これ丈夫です。ああ、そうそうそう、すごい丈夫です。これ、これ黒、黒をネイビー、実はこれが新色で、新色ブラウン、やっぱりあのブラウン系のスーツが多いんで、ね、うん、お客さんからちょっと黒コンだけだと合わない時があるって言われて、うん、 どうにかし茶色作ってくれませんかっていう、結構でもすごいロット数なんじゃないですか、ね、すごいロット数です。だから茶色
の CI ランドコットン仕入れるっていう時に、うん、まあ、メーカーさんがすごい嫌な顔したんですよ、うん、あ、なるほどね、大変だよ、相当作んないとっていう、うん、なんで買ってくださいものすごいストレートでしたね、はいはい、今度僕が出す11月の本にもこれ出てます。あ、本当ですか。グレンクライドの靴下はね、もう本当にいいっていうので出します。ありがとうございます。やっぱり年末にかけてはね、プレゼントにも使えたりもしますしね、うん、そうなんですよ、うん、これなかなかね、靴下ってやっぱ消耗品でもあるんで、はい、やっぱもらって嬉しいし、そうですね、こういう何でも何でも持ってるなっていう人にプレゼントすると、うん、いいですね。いいです、はい、そして靴ですよ。ちょっと面白い靴をこれイタリアで見つけたので、わかります、これ皮が、ま、巻かれてるんですか、これ、うん、巻かれてるんですよ。ソール、ここからここソールだけど、うん、ここまで皮が巻いてる。そうです、不思議な靴ですね。スニーカー、それからあの特殊なアイロンでピタッとくっつけていくんですよ、内側の、ここのここまで皮なんですね。普通ここまでですもんね。そうですよ、うん、本当はここがゴムが見えてるんです、うん、だけどゴムを皮隠しちゃってる。そうです、ゴムは中にあって、うん、くるんでる感じ、くるんでるんですね、はい、圧着してるんですね。これをイタリアで見つけた時にすごい感動しました、うん、これはオフィチネクリエイティブ、オフィチネクリエイティブ、はい、イタリアの靴なんだけどアメリカっぽさがあったりとか、ね、そうですね、なんかちょっと面白い靴でしたね、はい、究極のイタリア人が作ったニューバランスみたいな。あ、なるほど、なんか 僕のイメージはそういうイメージなんですよね、うん、なんでジーンズとかカジュアルにも合うけどスーツにも、うん、これカテゴリー的にはスニーカーなんですか。スニーカーですよね。最強スニーカーであり、前ちょっと別のブランドなんですけど聞いてたのは、スニーカーとシューズ その中間っていうのでシューカーっていう言い方もあるように言ってましたね。これはカジュアルアイテム、カジュアルアイテム、BR チャンネルでも提案してるラグジュアリーカジュアルみたいなスタイルにはこうぴったりですね、うん、カシミヤのニットにフランネルのパンツとかにこれとか、ナイキとかアディダスとかプーマとか、うん、ね、そういうニューバランスとか持ってきてもかっこいいんですけど、うん、やっぱりよりラグジュアリーなっていうので、うん、でも高そう、これこれで62,000円。あ、まあ、じゃあいい値段しますね、うん、スニーカーにしてはまあまあいい値段しますけど、しかもこっちは何ですか、これはもう世界でうちだけのために作ってもらったんですけど、特別別注、はい、また出たとんでもないもの持ってきますね最後クロコのニューバランススニーカーみたいなの作りたくて、でリアルクロコフルで、ここもですねレザー積んでます、ね、レザーを積んだんですよ、うん、でこれも巻いてるんですけど、中はスポンジのあのクッションなんです。これは値段は、これ値段いくらだと思いますかね。18万。クロコでしょ、38万。そんな行く。24に上げよう。24。正解はですね、はい、寺田ちゃんが、最初の寺田ちゃん当たってたの。え、18。そう、うそー18万か。いやー、今回もすごいもの持ってきてくれましたね、はい、ちょっとね、うん、これは面白いアイテムなんですね。これはじゃあ PR オンラインでも買える、はい、そして菅原さんのところで買える、はい、ということなので、はい、もうみんな血まなこで来るんじゃないですか。もう今回もですね、素敵な商品たくさんご紹介していただきましたので、はい、ぜひ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 皆さん PR オンライン見てください、はい、ということで今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。さすが下半身講師。次回はこちらです。ユニバーサルランゲージという、はい、世界の各地のいいものを踏襲してものすごく良心的なプライスで作ってる。あ、気持ちいい。かっこいい。一気に引き込まれました。手が出せる価格で大人なラグジュアリーカジュアルを叶えられるブランド。そういうことです。菅さん、じゃあ宣伝を、はい、まあ、うちの弊社の YouTube、はい、菅原バールですね、はい、今度この前あの星葉さんと僕と、あと坪内さんでスナックで、はい、収録したのがスナック菅原バールですよね、はい、菅原バールもぜひチャンネル登録よろしくお願いします、はいはい、見てあげてください。ぜひ見てください。はい、私寺田由紀ですね、いろいろ活動しておりまして SNS で随時告知しておりますので、ぜひぜひ皆さん Twitter、インスタグラムフォローしてください。お願いします。ください。そして10月に刊行しました世界のビジネスエリートは知っているおしゃれの本質、これが10月。そして11月は今日紹介したグレンクライドの靴下も出てるので、星葉よしまさが愛する、究極のブランド105、見ていただければと思います。そしてポルシャスタイルもどしどしご覧ください。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すみません、また来てください。はい、ありがとうございます。待ってます。チャンネル登録はこちら。こちらです。チャンネル登録お願いします。そして菅原バールも見てください。よろしくお願いします。そしておすすめ動画がこちらです。おすすめ動画はこちらです。そして菅原バールも見てください。見てください。いい人。